はい、モアルボアルの朝です。ここが今泊まっているホテルハニーインです。オーナーさんです。アメリカ人、すごいいい人ですね。来たんですよね。ここは教会ですね。フィリピンはクリスチャンの島なんで。これですね。今日からパンしか食べてないんですね。今日は建築ラッシュですね。多分ホテルですね。こう、まあ、ここがバックパッカー人か。なんか雰囲気すごいね。ここは JJ プレイスかな。ヒトミエアコン350円、ルームレートが590。西洋人とか多いんで、あのアメリカ人のオーナーはいい方みたいですね。いろんな時間があったら川山ホールとか行きたいんですけど、今回はここら辺はドミー 200ペソとか多いですね。やっぱなんか朝7時なのにもう日が照りつける感じですね。モアルボアル来るつもりなかったんですけど、ちょっと頑張って来てしまったんですけど、今日はマラパスクアの方に行って、でそれでセブで撮影して30分だったんですけど、明日朝一でモアルボアル出て、で マラパスコアまで一直線で行こうかな。ハウスバスターミナルまで4時間、ハウスバスターミナルまでなんだかんだで1時間バスで行かせて、5時間、それでマヤベーまで4時間、ボートで1時間、10時間、12時間ぐらいかかるな。体持つかな。若い時だったら全然大丈夫だったんですけど、多分まあそんな普通だったんですけど、そんな遠かったかな。ビーチ、あ、もうそこビーチですね。初心者、あ、ここか。ダウニングのコースだ。なんだろうな、ローカルバスでなければ来れないので、まあ、中国人とかそういうのはやっぱり少ないんじゃないかなと思った感じがあったからな。見かけるのでも西洋人が多いですね。パラパラと、ほんのみんな西洋人ですね。ちょっと歩いたのは10分、どんぐらい歩いたかな。ほぼ見かけるのは西洋人ですね。朝の時間。ですね。
ダイビングがすごい有名なんですよね。ボラカイの方もダイビングが有名なんだけど、このセブの中ではモアルボアルがダイビングスポットとしてすごい有名。カワサンホールまで行きたいな。あと一泊してカワサンホールまで行ったらマラパスクは行けないな。ビーチに入るロードどこだったかな。左に行かないとダメなのかな。おお、でかい犬が。あれ、ビーチってどうやって行ったかな。ビーチ左側の方にずっと行かなきゃいけないのかな。左に曲がってます。ダイビングショップ多いですね。これに部屋取った方が良かったかな。今日1日しかいないんで。私のコタオを歩いてるみたいですね。だから左側の方に向かったらコタオって感じ、こんな感じでしたから、なんか本当一昔前というか、一昔前って失礼なんでね。なんかこういう道歩いてると本当にちょっと必要に来たなみたいな感じがありますよね。モアルボアルってどうなんだろうな。治安とか昼でも危ないとこありますからね。ところに借りると、例えば結構あれなんですよね。モーターサイをバイクをずっとレンタルして街までなんか行かなきゃいけないんですよね。自分歩きできたから15分ぐらい歩きましたね。じゃなくて逆サイドだ。ああもう歩けねえな。でもこう見ると海は綺麗なんですよね。あ、逆サイドだ。逆の方来ちゃった。